皆さんこんこにちは分かりやすさが売りの経営コンサルタント株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です今日もよろしくお願いします今日のテーマは「相手の印象を操作するとっておきの方法とは?」というテーマでお届けいたします人間が抱くイメージとか印象っていうのは非常にこれ不思議なものです例えば会社に乗っているだけで社長そしてお金持ちと思ってしまうことはないでしょうか 逆に10年前の傷だらけの軽自動車に乗っているとお金に困ってるんだろうかこの人はと感じることもありますいずれも単なるイメージの問題で本当のところはどうなのか全くわかりません車好きがこじて高級会社に乗っている人もいるでしょうまたお金持ちでも全く車に興味がなくて傷だらけの軽自動車に乗っている人もいるかもしれません しわしわのスーツを着ている人は仕事ができなさそうに見えますがしわひとつないスーツを着ている人は仕事ができそうに見えてしまいますこのように私たちはつい持ち物で人を判断してしまいますがこれはどうしようもない事実ですですからビジュアルは重要だ見た目が9割などというわけですただし見た目というのは持ち物だけではありません例えば表情、態度 姿勢、ボディランゲージなど人そのものの見た目も含まれますですから正確には持ち物プラス人ということになります初対面の場合は見た目しか判断材料がないというのが本当のところで中身で勝負と言ってもなかなかそうはいきませんその人の中身がわかるまでにはやはり時間がかかってしまうということです正直なところ中身は第一印象ではわからない 何回か会って話をしたり仕事をしたりしなければわかりませんさて見た目の話をしましたが私たちは見た目のほかにも、えー、温度感とか重量感そして距離感食感、えー、あとは色彩とかねまあいろんなので相手を印象づけているということが言えます、えー、橘玲さんの著書、えー、事実 vs 本の面を背けたいファクトにも理由がある という本にはこのような事例が豊富に紹介されています特に温度の感覚これは無意識のうちにその後の人物評価に影響を与えるとテルアビブ大学のタルマ・ローベル教授は言っています例えば初対面の人には温かい飲み物を出した方がいいそうですある人が本ある、ある人物についての資料コーヒーカップを持っていて手がふさがっていたそうです 周囲の人にちょっとコーヒーカップを持ってくれませんかと頼みましたコーヒーカップはホットコーヒーとアイスコーヒーの2種類がありましたそうしたところホットコーヒーを持った人は資料の人物を穏やかで親切だと感じました一方アイスコーヒーを持った人は資料の人物を怒りっぽくて利己的だという印象を抱いたんですこのようにコーヒーの温度でも人物の印象が変わってしまうというね これはですね結構衝撃な事実ですねこの他にもたくさんの事例がこの本には紹介されていますので紹介します初対面の人には温かい飲み物を出した方がいいこれ先ほどのコーヒーの事例です交渉の際は柔らかな感触のソファーに座らせると相手の態度が柔軟になると相手より物理的に高い位置に座ると交渉が有利になる 相手と冷静に話し,話し合いたい時には距離を取って感情に訴えたい時は身体を寄せていくっていうねプレゼンの資料は熱いものを用意する人は熱い本を持つとそれを重要だとつい感じてしまうと赤は不安や恐怖を高める試験問題で赤で書いたり受験番号赤で印刷するだけで成績が下がるとその一方で赤は注意を引きます まスポーツではユニフォームが赤のチームが有利だし赤い服の女性とか赤いネクタイの男性はモテるということですこのように温度だけでなく食感距離重さ色などで相手の印象を操作することができるということです今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました分かりやすさが売りの経営コンサルタント株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之でした